エンジョイポケモン旅ポケモン昆布出すということで、私昆布ポケフタ制覇の旅路ということで、ポケフタをね巡る旅路、これをね少しずつ進めていきたいなと感じております。もともとね旅もね、好きなんで、まあポケモン GO をかけるポケフタかける旅というような感じですかね。実際2、3回前にここの4つだけポケフタ制覇の動画の方をアップしました。で、まあ思い出Vlog っていうわけではないですけども、私のね、思い出として YouTube の方にね、ここのポケフタ巡った、ここに旅した、そういったものをね、乗っけていければと思います。で、もう一つね、やっていきたいのは、それぞれね、いろんな土地に出向くわけでね、ポケモン GO でのね、フレンドができればいいなと思っております。で、ポケモン GO のフレンド、まあ、私 SNS ってそう、豆でもないし、人とのこのつながりっていうか、つながりのこう、あんま上手い方ではないんですが、コミュニケーションは取れるんだけども、なんかこう、まあ下手なんですよ。下手だと思う。でもその中でもね、いろいろな土地土地でね、ポケモンフレンドさんと SNS でつながって、で、フレンドになっていければなと思います。で、その中で、私自身結構こう、ポケモン GO ちょこちょこやってるんで、砂とか、ポケモンとか、まあ少しはあります。なんで、まあ、ライトユーザー、私自分のことをヘビーユーザーとは言いませんけど、エンジョイ勢なんで、ヘビーユーザーとは言いませんけれども、ライト勢の方々で、このポケモン、こういうポケモン、マックス強化したらどのぐらい強いんだろうとか、伝説のポケモンとか、私、伝説のポケモンをマックス強化、PL50 じゃないですよ。40まで。今、XL 飴はちょっと貴重なんで、40までマックス強化して、もしその土地土地に行ってね、欲しいという人があれば、交換とかしてね、楽しんでいければと思います。私、砂とか、そういったものはちょっと潤沢にはあるんで、例えばミュウツーのマックス使って、こう、レイドでやってみたいとか、ミュウツーマックスを私がこうプレゼントする、交換で出すとか、そういうようなのをやっていければ、まあ詳細はね、ツイッターとかでね、公表しながらね、例えば、YouTube で今回こっちの方に行きます。もしツイッターの方で、伝説のポケモン PL40 までマックス強化欲しい方、ぜひ私とポケモンフレンドになってくださいという形で、フレンドをこう募集してって、ポケフタの旅、そういったものにね、挑戦していければと思います。まあ、私の楽しみ方の一つなんで、それぞれね、ポケモン GO だったり、ポケフタだったり、旅だったり、そういったものはね、皆さんにとっては楽しみ方っていうのは、こう、チョイスして人それぞれ違うんでね、そういった部分で、もし、フレンドになる、会える、そういった方がいればね、ぜひともね、フレンドになってくださいということで、私ね、実は4月に、広島の方に行こうと思ってます。広島の方に行こうと思ってますっていうか、私のね、フレンドより広島の旅をね、お誘いいただきまして、で、広島、に降り立って広島で一泊だったかな広島で一泊で次の日グーンってこの手見てくださいね手見てグーンって言ってここのヤドン君たちをいくら回れるかわからないですけどもヤドン君たちをこう一生懸命回ってせいくらか制覇してでここの香川です讃岐市そうですねここ香川ですよね。私ね、実はね、四国未開の地なんですよ。私生まれてこの方、四国に一度も行った時ないんですよ。まあ、ここ近辺、こっちの中部とか、せいぜい大阪までとかで、
四国行った時ないんでとても楽しみなんですけども、でこっち一泊して次の日、ナルトのもうここは旅になるんですけども、旅としてナルトの渦潮を見たいなと。でも渦潮を見てもう近くにこれ ルギアいるじゃないかと、ルギアのポケフタあるじゃないかと、これ制覇したいなと。でここ3つ制覇して、ほんとすげえ大変そう、ここ縦横無尽に。でこう終わったらその日ここ制覇したら松山に向かいます。松山道後温泉初めてなんで、で道後温泉の方に泊まって、で翌日こう広島に戻って帰ると思いきや、こっちのポケフタも攻めれればと思います。まあちょっとな長く話してもあれなんで、まずはですね、いろいろなあのフレンドさんとこうポケモン GO 上でフレンドになって、いろいろ交流できればとも思いますし、ポケフタの方を制覇しながら楽しみたいと思いますし、あとはね旅に関してはね、今回アナで撮ったのかな、アナ JAL じゃなくアナで撮ったのかな、旅に関しては私あの JAL もアナもマイラーです。マイラーって何なのかっていう部分で言うと、これはちょっとポケモン GO とかとかけ離れまして、旅の方の部類になってきます。飛行機好きなんでね、飛行機に乗るの、マイル修行だったり、オカマイルだったり、マイルを食べて、年に1回マイルを一生懸命貯めて旅に出ようとか、まあそういうようなね、まあ節約術でもあるんですよね。そういった部分のね、情報も流しつつ、せっかく回るんであれば、飛行機乗るっていう方向にして回るんであれば、マイル修行をやるってのも面白いんで、そっちの方のね、情報もね、少し載せていければと思います。まずは、今回、ポケフタの旅路ということで、まあ私、秋田から出発なんですけども、秋田から隣の岩手方面は、車でこう制覇していきたいと思います。岩手、車で制覇。で、仙台、宮城も車で制覇だろうな。どのぐらいかかるんだろうな。で、ここ福島。あ、ここだけ福島だね。福島も車で制覇だな。で、いつか北海道も行きたいと思います。例えばね、北海道に行く際、私であれば、秋田から千歳空港までなんだけども、秋田から千歳空港って、55日前の早割り、まあ約2ヶ月前ですね。2ヶ月前のね、早割りとか、取るとね、行きが8000円、帰りが8000円の286、1万5000円ぐらいで済んだりするんですよ。それはもう、なんだ、便の変更負荷、キャンセルすると半分以上お金支払わなきゃいけないっていう、そういったね、制約も出るんですけどもね。はい。行ってみたいな、この端っこのポケフタ。アローラロコン、アローラ球根。稚内。車でゆらゆらとポケフタの旅をして、で、アップしながら、各拠点でもしフレンドさんがいたらフレンドさんとつながりを持って、旅したいな。はい、長々とすいませんでした。まずは、ポケフタの旅路ということで、今後ね、動画の方もし旅に出れば動画の方ちょこちょこアップしていきますんでね、ぜひともチャンネル登録お願いできればと思います。